はい、シロです。今回ですね、自然エネルギー、再生可能エネルギー100%を目指す福島県と、ね、これすごいちょっと元気になるニュースなのでね、ちょっと取り上げてみたんですけどもね、2015年度にもう26.6%まで上昇してますよということなんですよね。まあ、静かにこんなことが進んでたんだっていう形で、私もちょっとびっくりしたんですけども、まあ、ちょっと読んでいきますね。 福島県では、2040年にエネルギー需要の100%を再生可能エネルギーで供給する長期ビジョンを推進中だと、第1期の3年間が2015年度で終了するが、太陽光発電の急拡大で目標の24%を大きく上回る、次の第2期では、風力とバイオマスを伸ばして2018年度に28%まで高める目標を設定したということなんですよね。 福島県再生可能エネルギー推進ビジョンは東日本大震災が発生した2011年3月に策定されて1年後に内容を改定した、えー、新たに、えー、設定した目標は2020年度に県内エネルギーの需要の40%を再生可能エネルギーで、えー、供給できるようにした上で2040年度には100%まで高めるといやーこれね私知らなかったんですねこんなものが密かにあの進んでたんですね 電力だけではなくて燃料を含めて再生可能エネルギーで供給できるようにする意欲的な計画だとこういう感じだそうですすごいですねもう40年度、まあ、ここでもう26.6ですから30%っていうのはそんなに難しい目標じゃないのかなっていう気はしますよね2011年度だけでも21%あったんですねで目標達成に向けて再生可能エネルギー先駆けの G アクションプラン の第1期を2013年度から15年度の3年計画で実施したその結果2015年度の目標値に掲げた再生可能エネルギーの導入比率24%を上回って26.6%を達成できる見通しだと特に3年間で太陽光発電の導入量が5倍以上に拡大した効果が大きい加えてバイオマス発電も当初の見込みを大幅に超えたという形らしいですねうーん 続くアクションプランの第2期を2016年から18年度に推進するために再生可能エネルギーの種類別導入見込み処理を決定した第1期と同様に大陽光とダイオマースを着実に拡大する一方第2期では火力の大量導入を見込んでいる3年間に100メガワット以上の風力発電設備が運転を開始して導入規模は1.6倍に拡大する見通しだという形ですすごいですね この風力発電がじわじわとこ伸びてきてますよね。2018年度。ここからのアクションプラン第2期ということですけども、太陽光がものすごいですね。836万メガワットまではあるということに見込みとしてなってますから、2015年度のやっぱ1.5倍ぐらいありそうですよね。で、浄水力とかも、えー、実はちょっとあるんですよという、まあ、ほんのちょびっとですから、浄水力はね。 えやっぱ風力が結構伸びてきますよとか、あとはバイオマスですね、地熱はやっぱりまだ少ないのかもしれないですね、あの施設的にちょっと難しいとかで、政府も2020年度の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、福島新エネ社会構想に乗り出す、福島県内で再生可能エネルギーによる風電力を大量に作りながら、えー、余剰電力を利用して水素を製造できるようにすると、やっぱりここなんですよね。 日本は100%に持っていった後でしょうね、2020年に燃料電池車1万台分の水素を製造して、復興の辛抱になる産新産業を作り上げる狙いだと、国と県と民間が一体になって再生可能エネルギーを拡大していくと、あこれ、素晴らしいですね、目標としては素晴らしいんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりですね、まあ、逃げられないところとしては、原発の処理ですよね。 まあ,あれを廃炉にするというふうにはかあのやってますけれども今地下水からね出てくるそういった放射性物質をまあタンクに溜めてたりするっていうのをやってたりするんですけどもねそういったニュースが、ね、あんまり出てこないし地味だしねあのまだそんなことやってるのかっていうところでいろいろ批判を受ける部分もあるかもしれないんですけどもやっぱり放射能を減らす事業というか、えー、そういったものをですねもう少しこう具体的になんか ね、技術革新として出て出こなないのかな今のところ、まあ、地中に埋めるっていうのが一番、ね、有力な方法ですけれども、まあ文ュですとかね、いろんなところでこうやってきてましたけれども、やっぱり放射能をこう減らすということはね、もう時間が経つしかないと。あるいは遠ざけるしかないというふうにしかないっていうのがね、やっぱりちょっと難しいのかなというところですよね。ですから、まあなかなかね、 あこういったところに取り組んで福島県を再生するっていうのは素晴らしいと私は思うんですけどもやっぱりねこう情報をいろいろ摂取してしまった若い人たちは近づかないと思うんですよね放射能が受けるやっぱり、あのー、赤ちゃんですとかね子供に対するその不安というのが抜けないですしねなかなかそこら辺の部分が大きいとは思うんですけどもやっぱりこの再生可能エネルギーでねあの水素を作るというものがねこうできてくればいいと思うんですけども まああのちょっと偏見かもしれないんですけどねそういった水素を作る部分とかにも放射性物質がちょっと多かったりとかねやっぱり向こうから持ってくるトラックにくっついちゃったりとかそういったものがねまあもちろん少ないと思いますよ少ないと思うんですけれどもでもそういった部分をもう少し払拭する努力っていうのも私はでき、ね、示してもらえるともっとありがたいなという気はしますやっぱりねいろいろな情報を集めてくると まだまだその放射能の心配というのがこう出てきてますし、まあ、チェルノブイリを見てればですねどれだけあの放射能を減らす部分に付き合っていかなきゃいけないかというところの大変さというのがねねやっっぱりわかってくるんですよ、ね、で今後もですね、まあ、世界中にやっぱりその放射能を帯びる可能性のある原子力発電所というのはいっぱいあるわけで。 そういう技術というのも、まあ、やってると思うんですよ。やってると思うんですけど、もう少しう具体的に見える形としてやっていただけるといいなという形があります。でもね、やっぱりこのね、目標というのはすごいですよね。2020年度に燃料電池は1万台分の水素を製造して復興のシンボルとなるという形でですね、まあ、ただで起きないよっていう形のこの気合というかですね、気合が 私はすごく感じられるんですけどね、皆さんどううででしょうか私はですねあの以前、宮城のですね方に、仙台の近くの方にですね、えー、もうあの地震が起きてから 2, 2年後ですか、2013年にちょっとお伺いしたことがあるんですけども、まあね、町が丸ごと津波で亡くなってたりするところも、目の前に見るとですね、やっぱりすごい力だなと思います、自然災害の力というのは。 で復興に対してもですね、まだまだ時間がかかるよねっていう、まだそうですよねあの、家が決まってない人とかもいっぱいいらっしゃいましたからね、あのそういったところを見ていただくと、こういうものは、まあ、福島だけじゃなくてね、宮城の方でもいっぱいやってほしいなというところはあります。ね、だけれどもあの、ここをね、ちょっとあのいろいろなこの参考点にして、全国でもね、こう広がっていけるといいんじゃないかなと。 100%っていうのは素晴らしいですよね。2040年ですから、えー、あと14年後ですよ。あ、違うか、24年後か。それでもすごいですよね。再生可能エネルギーだけで生きていけるというところですからね。これはちょっとね、注目していきたいなと思います。はい、今回は以上です。